おはよう。今日運動会の日だったんだけど、雨が降って明日に延期になっちゃったんですよ。でもね、明日が旦那の年に一度の大事な試験の日らしくて、で旦那もね、やっぱり運動会見たいからギリギリまで悩んだんだけど、結局運動会は諦めることになっちゃって、なんで息子が起きたらちょっとそれを伝えなきゃいけないなって思ってます。お話があるんだって。明日は運動会でしょ。うん、ちょっとね、お仕事でね、行けないんだよ。運動会してた？ちゃんとお話聞いてんだな。うん、英語競技はお母さんと一緒に頑張ろっか。どうしようかな。みんなで行く。だよね。うん。お父さん見たよ、頑張って。どうしても？お母さんが動画撮ってくれるらしいからさ。お父さん、それ見てくれる？うん、それ見る。動画撮ってる。お母さん。どっか終わったらなんか美味しいもの食べ行こう。はま寿司とか行く？いいね。おはようございます。ごちかね、こう運動会なので眉毛を整えていきたいと思います。生い茂る眉毛の芝刈りから始まるひんやり涼しい秋の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。我が家のおとんは仕事の関係で幼稚園の行事に参加できないことが多々あります。今日の運動会も残念ながらおとん不在ということで、いつもよりやや眉の角度を下げてお送りする本日のナンバー、浜田バミュバミュでなんでやねん。おとんの分まで一生懸命応援しようと張り切る反面、ここだけの話、本音を言えば心中もやつき上げているのも事実。天を恨みず人を咎めずマインドでいたいけれど、実際雨にもおとんにも朗らかな気持ちでいれない自分がいます。今日の試験に向けてずっと勉強頑張ってきたおとんを気持ちよく送り出したい気持ちもあるけれど、息子も今まで我慢することが多い中、幼稚園最後の運動会はみんなで行けることを楽しみに走る練習も頑張っていたので、昨日の報告で肩を落とす姿を見て心がぎゅっと苦しくなったのも事実。こんな時、全部私に任せなさいと胸を叩いて言える肝っ玉かちゃんでいたいですが、そんな誇れる玉も持ち合わせていないので、今ここに立っているのはただの肝かちゃん。ああ、なんで昨日雨降ったのって感じ。うけつです。耳鳴りする。うんうん、なんだ、坊やかと思った。なんでこんな早く来たん？え、なんか準備することあるかなと思って。運動会？うん、朝ごはん作るのもあれか。いや、お願いしよっかな。ちょっと今日は運動会メイクにしていくね。ね、どんな感じ？わかんない。紅白。ということで本日のメイクはデーモン小暮で決定いたしました。これフランフランで買ったんだけど、すごくいいメイクポーチをアップデートしました。天気悪い、寒そうだな。ちょっとリズム感悪い。止まっちゃった。あ、はい。本日の主役がなかなか起きてこないので迎えに行ってきます。運動会。今日も延期になりそうな雨雲だったのでアラームはかけずに寝た息子、寝起き早々運動会の決行を知らされます。運動会池について。はよ。ありがたいことに今日はおとんが朝食を用意してくれるので顔面にフルコミットできます。何飲む？ココア？
おとんが渾身の納豆トーストを作ってくれました。これにより若干もやついていた心が快晴に導かれました。ありがとう。しかし依然として運動会への不安は残ります。息子の応援には全力を尽くすとして、問題は親子競技。こればっかしはメンタルではカバーできない、フィジカル 100% の世界。お父さんも試験頑張ってね。息子の手前、聞き分けのいいおかんを演じるも、内心親子競技の時だけでいいから、どこでもドアで戻ってきてほしいです。お父さんのどこにって感じ。そうそう、お父さんも運動会だよ。頑張ろう、お父さん。お父さんの運動会。そうそう、ま、約束。ちょんちょんちょん、ごちそうさま。目が痛い。大丈夫？今日コンタクト無理かも。メガネ入れたら。痛すぎる。メガネの方がいいよ。痛い。耳鳴りに続き目の不調、こういう時あんまり考えないようにはしていますが、良くないことが続く前触れに感じます。カオスである。運動したらよくお茶飲むんやから。今日ここから病院来たいな。どっち早いでしょうか。ちーちゃん乗って。出発前に親子競技の最後の練習をしておきます。いけてる？あ、いけてる、いけてる。持てる、持てる。どっちの方向に？前、前、前。前？前、前、前。行けないことはないけど、できれば行きたくない。おんぶでの出場もかと書いてあったので、競技内容や雰囲気を見て、最もフィジカルで、最もプリミティブで、最もフレキシブルなやり方で行かせていただきます。まあ、ええでしょ。行ってきます。なんか血が出た気がする。この時の息子の言葉がまるで予言だったかのように、この運動会の親子競技で息子を担いだままバランスを崩し盛大に転倒。息子を守るため顔面で受け身を取った結果、おでこからまるでガキ大将のようなわんぱく出血。幸い息子には怪我はなかったものの、悲しい思いをさせてしまい、いろいろとボロボロになりながら帰宅しました。頑張ったんだけどバランス崩しちゃって、頭からいって、メガネもね、ちょっとさっき直したけど、ここは歪んじゃって、あー申し訳ない。全然うまくいかない、本当に。お疲れ様。めっちゃ頑張ったね。お母さん転んじゃってごめんね。うん、楽しかった。うん、ごめんね、本当に。どんな気持ちだったかちゃんと言っていいよ、そういう時は。ありがとう。じゃあもうこんな時間だ。ご飯食べに行こうか。うん。おいしいお寿司食べに行こう。ね、ね、全部すごかったね。うん。どんだけ頑張ったね。うん。いっぱい練習したんだ。うん。ね、かっこよかったよ。うん、なぜこうなったかはまた後で話させてもらうとして。今日は眼科に加え、また一つ余計な用事が増えてしまいました。お母さん、メガネ、何とてつもない罪悪感でいつでも泣けるくらいには、悲劇のオバハンマインド整ってますが、
息子に誠心誠意謝った後は気持ちを切り替えるために息子とパーッと遊んできました。ねちねち落ち込むのは得意だけど切り替えが苦手なので、こうして遊んでいる時もふと思い出しては胸がチクリと痛んでいる、そんな自分がなんか嫌です。帰ってくる頃には息子のご機嫌は無事回復していました。ちなみに受診の結果はドライアイでした。ドライアイってな。メガネも無事に修理できて一安心です。あ、おでこも痛い。メガネ屋のお姉さんが怪我の心配をしてくれて、その優しさが痛いほど染みて泣きそうになったのはここだけの話。痛い？うん、なんか電話来てる。お父さんだ。もしもし。え、そうなの？何？え、私明日なんか私がなんかすることでどうにかできない。なんて言ってた？またもや不測の事態。おとんの帰りが1時間遅くなるらしく、先に夕飯を食べておいてとのことでした。へえ。なんて言ってた？そのトラブルの元となったのが、私が旦那に託していた用事だったので。あまりの諸悪の根源っぷりに責任を感じずにはいられません。じゃあお願いします。はい。でもそんなの関係ない。うまくいかない時ってもういろんなことが立て続けにうまくいかないんですよね。そう思います。それってね、なんかいいことがある前触れって言うから、前向きにしようと思います。今日はもう何もしたくないのでピザを買って帰ってきました。夕飯作りをサボることは疲れ切った自分には何よりのご褒美です。悩んだ末、今日の親子競技は結局肩車で参加しました。参加者がほぼおとんという環境の中、競技内容的にもおんぶだと高さが足りないということで肩車で行かせてもらいましたが、今思えば自分の足腰を過信し身の丈に合わない選択をしたことが全ての間違いでした。いただきます。軽傷で済んだのは幸いですが、それは結果論に過ぎず、万が一のことがあれば他方面に迷惑をかけていただろうし、何よりも大切な息子を危険にさらしてしまったことがおかん失格すぎて後悔しかありません。おいしいね。こんなにも時間を巻き戻したいと思った出来事は何年ぶりでしょうか。今日の運動会何点だった？1000万点だと思った。うん。10万点かと思った。10万点。あ、じゃあ1億点だな。1000兆点だな。え、うん、5万兆点。残念ながら動画もあまり上手に撮れてなかったけど、おかんの目には息子の勇姿をしっかり焼き付けてきたので、あとは誰かがその映像をダビングする技術を開発してくれたら幸いです。今日はこの特別な入浴剤で疲れた心を癒したいと思います。お母さんナイナイを楽しみましょう。ナイナイバディ、パリ、フランス、アメリカ、ドイツ、どの国がお母さん好きですか？いないね、バリ。この日の夜、ニコニコして眠りにつく息子の頬に危うくおかんの涙を一滴垂らすところでしたが、切ない気持ちとは裏腹に湧かない涙、ドライアイが功を奏しました。頭痛い。おでこがね、なんか最初は擦り傷が痛かったんだけど、だんだんちょっとね、内に軽く腫れてて痛いです。自分はいいんだよ。自分はさ、失敗してかっこ悪い姿みんなに見られたことなんてどうでもいいんだけど、そこに息子を巻き添えにしちゃったっていうのが私の中では結構ずーんときてて、元の分も頑張ろうって思って張り切ったんだけど、空回りしたよね。
反省。お腹痛い。コンタクトだったらもしかしたら鼻をいってたかもしれないし、メガネがぶっ壊れて守ってくれたのかもしれないし、怪我したのが私でよかったよね。それは本当に息子じゃなくてよかった。もうそれだけでいいってことにして、気持ちをどよめかせないこと。頭の運動会を頑張った旦那がもう少しで帰宅しますが、今日はそれをねぎらう心の余裕と体力はもうないので、先に寝させてもらおうと思います。今日は改めて無茶しないことの大切さと自分の運動神経の衰えを痛感した一日でした。落ち込むだけ落ち込んだので、明日からはまた気持ちを入れ替えて頑張ろうと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。